はい、皆さんどうも橋本でございます。今日のチャレンジシリーズはある動画に口パクをつけて再現できるかどうかにチャレンジしてみました。今回使用する動画は2009年に WBC で日本が優勝した時にイチローさんのインタビューを4分の1の速度で再生するという動画があるんですけれども、それに口パクをつけてみました。今からご覧いただくのは通常のスピードなんですけれども、実際は4分の1のスピードで、再生されているものに通常のスピードで、口パクをつけてみましたので、今からご覧いただきたいと思います。どうぞ。選手に来ていただきました。おめでとうございます。あざっす。世界一2大会連続奪い返しました。いやーもう苦しいところから始まって苦しさから笑顔は届けられたこと最高です。僕は持ってますね、やっぱり。はい、いかがでしたでしょうか。実際の動画はお見せではできないんですけれども、本件の動画をご覧いただきたい方は下の概要欄から、ご覧いただきたいと思います。そしてこの動画を見た後に通常のスピードで の実際の映像のインタビューを見るとそれが最高に面白いと言われているんですけれども、僕も何どういうか分かんないんですけどね。次にご覧いただくのは先ほどの動画を4倍速にして再生してご覧いただきますので、それで通常のスピードで聞こえるかどうかを皆さんに お聞きいただきたいと思います。どうぞ。選手に来ていただきました。おめでとうございます。あざっす。世界一2大会連続奪い返しました。いやもう苦しいところから始まって苦しさから辛さになって辛さを超えたら今度は痛みが来て心がね、でも最終的に、こうやってみんなで笑顔になれたこと、日本のファンの人たち笑顔が届けられたこと最高です。それを石野さん自らツーアウトランナー二塁三塁でセンター前へ持ってきましたね。僕は持ってますね、やっぱり。いや神が降りてきましたね。口パクしてる時の俺の表情がもう恥ずかしくてしょうがないわ。